FM TV。 こんにちは、サイフォン TV です。今日はどこにいるかというと、すごい紅葉が綺麗な、山が目の前にありまして、湖がありますが、湖のなんか真ん中にすごい、なんだろうこれ、クレーンと鉄骨の櫓みたいなものが組んであって、今なんかね、向こうの方ボートでなんか運んでんですよね。今日来ているのは、群馬県吾妻郡中之条町というところのすごく山の奥の方にある、ですね、後ろにゲートがありますけど、しなきダムというところに来ております。ここにしなきダムクレストゲートの名板がありますけど、幅が5メートル、高さが 6.8 メートル、ダムの今ダムの天板にいまして、上から下を見下ろすとこんな感じ。放流はしてないね。目の前にはこう福ダムという、福ダムがあっちの方に奥の方にあるんですけど、原生湖、いわゆる原生湖になっていて、なかなか絶壁のところに作られているダムなんですが、まあそんなに大きくないダムですね。じゃあちょっと簡単にしなきダムのスペックなんかをご紹介します。しなきダムは、群馬県吾妻郡中之条町に作られている重力式コンクリートダムで、利根川水系の湯川という川に作られています。ヤンバダムなんかがある吾妻川のさらに支流ですね。ヤンバダムを今通ってさらに上流の方にずっと来たんですけど、堤防が 43.5 メートル、堤頂長が106メートル、ダムの目的が不特定利水と発電となっています。だからアルファベットで言うと N ですね。 N と P、 管理しているのは国土交通省、着手したのが1961年で、竣工したのが1965年です。この貯水池の名前は上州湯の湖というらしいんですけど、このね、貯水池、その真ん中にあるこのなんか、なんだろう、石油の掘削施設みたいな、なんかこの、これも気になるんですけど、ね、色がね、なんか独特な、白っぽく緑色っぽいんだけど、白、もう完全に白く濁っていて、こうね、なかなか今までに見たことない貯水池の色で、これね、大雨の後になんかこう濁った水が流れ込んできてこうなっているというわけではなくて、いつもこういう色してるんですよね。で、なんでこんな色してるのか、そしてなんでこんな石油の掘削施設みたいなものがあるのかというと、ここにね、中和の仕組みっていうのがあるんですけど、このね、しなきダムに流れ込んでくるこの3つの川、大沢川、矢沢川、それから湯川っていう3つの川があるんですけど、3つの川ともこのね、草津白根山の方から流れてきてるんですけど、いわゆる硫黄とかそういうのが、まあ要するに草津ってすごい有名な温泉地ありますけど、温泉のね、水とかがそのまま結構流れ込んできてるんですよね。それで、川の水がこの3つの川とも、ものすごい酸性の水なんですね。酸性の水がここで合流して、まあしなきダムが作られる前は、このままずっと湯川として下流の方に、流れて行ってたわけなんですけど、まあ、酸性の水、ここにね、書いてありますね、ここに。湯川、例えば、pH2、矢沢川3、大沢川も pH3。まあ、すごい酸性なんですよね。で、酸性の水が川に流れ込むと、まあ、どういうことかっていうと、まずね、生き物まず住めないですね、この酸性だと。それから、例えばこの川の水を農業用とか飲み水とかに利用しようとしても、
取水設備がまず作れないですね。コンクリートも溶かしてしまうし、それから金属も腐食してしまうので取水する設備が作れない。例えば橋を架けようとしても橋脚も作れないということで、でさらにこの川がこのまま吾妻川に下流で流れ込んで、そうすると吾妻川も、まあ、どのぐらいの割合でね、吾妻川の本流とこの湯川が合流したところの下流が、その吾妻川と湯川が割合がどのぐらいの割合で混ざってるのかちょっとわかんないですけど、まあ、吾妻川のこの下流もすごく酸性に水質が傾いてしまって、いろいろ河川構造物作れないとか、それから飲み水とか農業用の水として使えないっていう、まあ、いろいろな問題がありまして、でさらにそれがね利根川にも流れ込んでくるので、まあ、利根川にもいい影響は多分ないだろうということで、実はですねこの3つの川、湯川とそれからこの矢沢川に、ここにね中和工場っていうのがあるんですけど、中和、要するにまあ酸性なんで、アルカリ性のものを川に入れて、で中和してるんですね。中性にしようとしていると、川の水を。で多分大沢川には多分その中和、あここあるね、大沢川にもこう入れてるんだ。何をやってるかというとですね、なんか石灰を、アルカリ、石灰ってすごいアルカリ性なんですね。で石灰を水で溶かしたものを川に入れて、で酸性の川に入れて、化学反応をさせて中和していると。でそうするとね、中和した際に生成される化合物を沈殿させることを目的に建設されましたということで、まあ、中和するとそのまあ僕ちょっとすいません、化学化学全然詳しくないので、まあ正直よくわかんないんですけど、中和すると多分何かしらが生まれるんでしょうね、きっとね。水が中性になる代わりに何かしらが、まあその入れた石灰とか、まあそういうものが反応したものだと思うんですけど、そういうものがこの湖に、まあ要するにこの湖の中で、中和のその化学反応を今起こしていると。で反応でできたものがどんどん沈殿している状態ですね。で実はね、この真ん中にこのある石油の掘削施設みたいな、これね、確か船なんですよね。浮いてる、湖の上に浮いてる状態なんですよね。でこれでもうなんていうんですか、常に、浚渫をやってるんですね。だから沈殿したものをずっと延々とそこに溜まっている中和生成物というものをどん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 浚渫し、湖の底からかき出していると。でさっき船で運んでましたけど、船で運んでその湖の外に出すという作業をずっとしてるみたいなんですね。でまあこれね、結構もうなんていうんですか、半永久的にきっとやらなきゃいけないんだろうし、すごい大変な、ね、考えようによっちゃそんなことしてね意味あんのっていうような感じもあるんですと思うんですけど、でもまあこれをやらない限り、この湯川の下流、そして吾妻川はね、ここの湯川が合流した下流も結構流域面積広いですから、これがね全然使えないとかになると、まあ、やっぱ大問題だと。で利根川の本流にまで影響が出ますから、だからね実はね非常に重要な役割を担っている支那木ダムと、それから中和工場ですね、が非常に重要な、あここに書いてありますね、酸性水につけた五寸釘が、原型まあこういう普通の五寸釘なんですけど、もうずっと10日間ぐらいつけただけでもこの細っこくなっちゃうと。これ最後これになるのかな、このひょろひょろっとした。でコンクリートももともとはこういう感じなんですけど、30日でこんなになっちゃうってことは、もう川の橋脚なんかは多分無理ですね、全然耐えられないですよね。というわけで、まあ支那木ダム自体はそんなに大きくないダムなんですけど、まあね、この中和するための湖を構成するダムということで、湖は全然大きくないし、ここは下流からもね全然見られそうもないし、ゲートもあんまり上から覗くぐらいしかできないので、ここ自体はそんなにこれ以上見どころはまああんまりないんですけど。というわけで支那木ダム、あここ、あとあれですね、発電をやってるんですよね。だから
中和した、水の上澄み、だからもうこれはもう、中性に近い水になってると思うんですけど、が、まあ、ここから取水されて、だから酸性のままだと多分水車発電もできないですよね。水車がきっとボロボロになって、すぐボロボロになっちゃうと思うんで、だからまあ ここで発電ができてるってことは、もうあの水が中和されたって、中性の水になったっていう証だと思うんで、これでまあ、あの河川維持用水というか、ここの、中和されたできた上澄みの水をずっと流し続けて下流で発電して、で下流に放流しているという状態だと思います。というわけで、石垣ダムなんですけど、まあ、あのせっかくここまで来たので、その上流にあるその中和施設っていうのもちょっと見学してきます。あ、なんかもう湯気が出てる。これ温泉じゃん完全。